アマネクロ実況プレイ始めていきたいと思います。前回、スライムになっちゃったところまで行ったので、スライムで脱出していきたいと思います。多分脱出するんだよね。よし、行くぜ。で、多分ロープに登れよってところだったよね。あのパイプまで飛べそうにない。あ、そっか。あの空に何か引っ掛けられるかも。物を移射することはできるはず。移出か。ロープ使えちゃうんだ、じゃあ。使ってみようぜ。ロープを体に取り込んで移出した。移出でいいの？すげえ。他のところにも使えたかな、もしかしたら。ここに使えたりしたかな。まあでもいいんか。いいや、行ってみようぜ。登れ、登れ。ロープを回収した。お、しっかりしてんな。この体にも慣れてきてる。簡単な動作ならできるみたいだ。おう。チッ、あいつ何様だ。俺をこき使いやがって。せっかくの休みだってのに。クソ。あの、最初の頃に出てきたやつだね。人だ。助けてもらえるかもしれない。やめとけ、やめとけ。え？マジかよ。逸脱物反応ありか。ち。さっさと見つけて焼却処分しないとな。ダメだ。見つかってはいけないような気がする。当たり前だ。とにかくこの部屋から出よう。そりゃそうだ。見つかったら死ぬんかな。おっと。倒しちまったか。まあいいや。後でメイドが掃除するんだろう。最悪じゃねえか。最悪じゃねえか。ってことは進めなくなってんのかな。縄を使ってなんかできるか。御曹司の病室ね。質素な掘って。自分の息子も家畜みたいなもんか。さすがだぜ、所長。それにしても妖精か。逸脱物は惹かれ合うって話だ。御曹司も何らかの実験を受けてるって噂、本当かもな。おう、怖。いや、早くどっか行けよ。人形は今は関係なそうだ。あ、そういうことね。カーテンには近寄りたくない。下に降りたらまずい。ってことはやっぱこっちが行くしかねえんだな。この杭抜けるかもしれない。抜いてみよう。お、まさかの展開だ。はい。で？抜いて？パイプに穴が開いてる。中は空洞のようだ。汚そうだけど潜り込もうか。あ、潜り込めるんだ。こんなことできたんだ。お、すげえ。移動したやん。どうしよう。本当にどうしようだね。追いかけられたりしないよな。これは僕のスマホだ。あの、歩いていった僕の体、マキが落としていったものか。スマホを拾った。よかったね。花瓶だ。中には水が入ってるはず。気をつけよう。水もダメなのか。ここ、開かないな。スマホ持てたりする？開かないな。どうすんだろうな、こっから。うわ、なに？怖っ。バレたよ。見つけたぞ、逸脱隊。やばいわ、殺されるじゃん。画面に矢印が表示されたときは、素早くそれをクリック。危険を回避できます。なるほど。セーブすればよかった。怖っ怖っ。いきなり撃ってきた。やばいやばいやばい。やばいね、ほんとに。逃げなきゃ。なんだ、気が遠くなる。なになになに。ダメだ。水の上にいるとどんどん意識が薄れていく。なんで？今更ながら説明します。君は今、水の塊みたいです。水イコールあなた。つまり水がなくなってしまえば君は消えてしまいます。逆に水が増えるとどうなるか？失った分の水を取り返すことはできますが、取りすぎると君という存在が曖昧になってしまいます。やがて何も考えられない存在になっちゃうかも。このゲージの中心、できれば 100% キープしてくださいね。ちなみに下のゲージは感情を表します。感情とはあなたの性格の守りで、ダメージを受け続ける、もしくは大ダメージを受けると、あなたの感情を失われます。マジかよ。失われていくとどうなるかはよくわかりません。でも、ないよりはある方がいいです。まあ、確かに。
お気をつけて。よくできたゲームだな。どう逃げりゃいいのこれ。どうする。本当だよな。もうこのまま進めねえんかよ。どうするどうする。動かせねえし、観葉植物は実ってない。ああ、助けて。この椅子、敷地内でよく 見かける。あ、なになに。ゲームオーバーになったんかい。よし、とりあえず今度は逃げ切るぞ。先にこっち側の扉に入れたりはしないな。何これ、ずっとこのゲームか。すげえ近寄ってきてんな。ここ入るしかなくない？ああ、なるほど。この椅子は動かせねえわ。どうすりゃいいのこれ。とりあえず縄持っといて、このシャンデリアに、あ、やっぱり。あ、違った。シャンデリアに縄引っ掛けたりすんのかな？もしかしたら。そんなことあるかな？よし。でもそれぐらいしかないよな、作戦は。よし。どうかシャンデリア。シャンデリアできろ。シャンデリア、下は水、距離的に難しい。難しいのかよ。そうか、ロープで上に上がれば。よし、上がれ上がれ早く。だとしたらダメだ、隙がない。シャンデリアの下まで行けない。難しく考えるな。扉は開いているじゃ、扉は開いているんじゃ。どういうこと。扉は開いているんじゃ。そうな、扉開いてるが、ここ入ってどうするよ。椅子の下に隠れようか。いや、ダメだ、あの装置で絶対見つかる。どうする。じゃあ難しく考えるのは、扉は開いているんじゃ。扉開いているんじゃって何、どういうこと。扉開けてどうすんの。ここでなんとかなったりすんの。なんともできねえよな。どうする。何これ、マジでどうしたらいいんだ。ここ、窓は開いてる。そして夜、今は夜、蒸発はしない。でもあの高さ届かない。どうすればこの椅子、どうすんの。たくさん揺らしてみよう。 OKOKOK。たくさん揺らせばよかったんかい。いや、割と揺らしてる。オッケー、危ねえ。いや、何回ここで死ぬんかと思ったわ。どこ今俺。ああ、そこか。お、危ねえ。外に逃げたか。だが、あのタイプは外ならば長くは生きられまい。いやー、3、4回死んだね、あそこで。むず。あのタイプって何？逃げ切れたか。それにしても、逸脱隊？僕のことか。いや、そんなことより。確かにこのまま外に逃げても、周りは水分だらけだ。周りは海。この島からも逃げられない。体を取り戻さなきゃ。また屋敷の中に戻らなきゃいけないか？とりあえず、もうあそこを乗り越えただけで、だいぶ達成感はあるが、この傘を拾おう。で、どうすんだろうな、次は。あの窓から、ま、あの窓からは戻れないな。あいつがいる。格好は同じで気がつかなかったけど、牧の病室で見たやつと追いかけてきたやつは別だ。少なくとも二人いるみたいだ。そうだね。赤と青のやついるもんね。あの窓から戻れないな。あいつがいる。またか。とりあえずここ進んでいく。風が強くなってきた。風が強い時は飛ばされるかも。じゃあどうすんの。拾った傘、穴は開いていない。傘を刺した。あー、飛ばされた。まさかゲームオーバーなんてことはないわな。ダメージ受け取るやん、めっちゃ。くぼみから出るときは傘をしまった方が良さそうだ。ちょっとした風でも吹き飛ばされてしまう。なるほどね。じゃ、傘しまえ、お前。ここのときが傘をしまって、
え、なになに、どうすりゃいいじゃん。傘とかいう問題じゃないのならば、でも傘もらったんだから絶対傘使うんだよな。いやいや、どうすりゃいいの、わからないこと多すぎるわ。いきなりここで傘使って飛べたりはしないわな。ちょっと待ってれば風止むとかはないよな。いないよな、場所だわな。どういうことよ。難しすぎる。傘はどのタイミングで使うんだ、むしろ。スマホも使えるわけじゃないよな。あ、いけた。なんで？あ、早めに行動しろよってことか。あ、そういうことか。早めに行動だな、これ。あ、やばいやばいやばい。よし。あ、ここで傘か。あ、でも水分が復活した。これで回復できるな。ちょっと回復しよう。よし、とりあえず 100% 維持した。で、傘なんだね、ここで。で、ここから出るときに傘はやめた方がよくて、おい、やばいやばい。おい、最初からってことなのね。どういうことよ。もうだから早めに行動しろよってことか。で、この風の時はやばくて。よし、風が止んだらすぐ行く。よし。あの窓は開いていない。よし。とりあえずこの風があったんだね、やっぱ。ちゃんと。よし。風が弱まった？弱まってんだ、今。あの窓は開いていない。風弱まってはいるが。ちょっと待って。一応傘持ってんのは怖いから。ロープ持っとくか。ロープは引っ掛けられるか。でも今はその必要ないな。どういうこと？じゃあ何？傘を引っ掛けるのか？杭がある。何かを引っ掛けることができるかも。スマホなわけやないよな。ロープを引っ掛ける必要はないってどういうことだ？とりあえずセーブだな。よう考えたら。吹っ飛ばされちゃうかもしんないし。よし、行くぜ。風が。なんとかしないと吹き飛ばされる。そういうことね。ここでロープ。ああ、なるほど。面白。運動神経いいな。アクション俳優ですよ。あれで使う、ああいうので使うんだな。で、こっち側入るんだ。どこなんだ、ここは。マキの部屋にあったベッドと同じものだ。観葉植物は特におかしいところはない。とりあえず良かったな。侵入できた。月に落ちる作者不明。絵画だ。月のように見える。ああ、これなんかここの部屋入ったことあるな。何これ。ベッドのシーツの下に何か。 ID カードを拾った。 ID カード、アザミネ研究所のものだ。名前はムクドリトール清掃員。あ、この顔、屋敷の庭で見た。ああ、あの探偵みたいなやつね。さて行くか。じゃあ、わ、すぐバレるやん。いやいや、もうか、どうした。絶対絶命じゃん。おいおい、いたのかよ。言えよ。ち、さっさと捕まえるぞ。やばい、なんとかしなくては。どうすんのこれ。ギャー。あー、なるほど、仲間割れ大作戦ね。てめえ気をつけろ。というか屋敷内でそんなもの使うな。ああ、これ何回もやれよってことか。キャー！
もう点点点なってんじゃん。もう険悪だよ。いや何回やんの。シャンデリアも逃げることはできない。でもどうやって。花瓶？ダメだ、何も思いつかない。拾ったもので何か使えそうなものはないか。やっぱそうなんだ。傘使ってみる。これで下がってはくれやしないわけね。もうロープでなんとかするしかない。お、あの野郎、あぶね。勢いつければ隣に移動できるかも。タイミングよくクリックしてください。失敗マイナスダメージ OK。 おおもろいなこのゲーム。よし、どうしたどうした。たっぷり魔法使うやん。バカやめろ、もう撃つな。あー撃たれた。であの人形があったもんな。生きてんのか死んでんのかみたいな。これに入れんのかな。痛みは感じないけど心が重い。逃げなきゃ。ハゲタカの娘、人形だ。生きているみたいだが勝機はない。とりあえずセーブだな。もうこれこまめにセーブしとかないといつゲームオーバーになるかは。セーブできません。なぜこの人形背中に穴が開いている。このままだと炎で蒸発してしまう。何の意味もないかもしれないけどこの人形の中に隠れようか。あ、隠れようよ。この人形、体の節々に細かい管が張り巡らされてる。もしかすると。怖っ怖っ怖っ。動ける。すげえな、これなら。焼かれる焼かれる焼かれるぞ。うまく動けない。もっともっと練習できれば動けるんだろうけど、そんな時間はない。ダメだ。まずい。やばいやばい。おい、見たか今の。人形を動かしたぞ。あ、そっか。まあ、人形の中に入ったとは思わないわ。処分する。ああ。やめなさい。人の家に勝手に上がり込んで何様のつもり？今すぐ出てって。ぬくい様。しかしですね。これが我々の仕事ですんで。うるさい。私が出て行けと言ったら出て行けばいいのよ。お父様に言いつけるわよ。それは困ります。わかりました、出て行きますから、どうかご内密に。おい行くぞ。その人形に汚い手で触らないで、私のなんだから。出て行け。バカいいから出るぞ。助けられたなこのちびっこに。ありがとうちびっこ。いや持ってき方、この子震えてる。お人形さん大丈夫だった？危なかったね。もう少しであいつらにズタズタにされるところだった。怖かったね。うん、私も怖かった。でももう安心だよ。あ、そうか、こいつめちゃくちゃ人見知りだから本当は人と喋ることもあんましたくないぐらいなのに、こいつを助けるためにやったんかって考えると素敵だな。ねえお人形さん、私ずっとあなたみたいな友達が欲しかったの。ねえお返事して。わ、すごいすごい、うなずいた。かわいいかわいい、ずっとずっと一緒だよ。逃げ出したりしたら燃やすからね。怖っ、急にメンヘラじゃん。ふふふ、私こんな人形初めて手に入れたよ。私はぬくいだよ、あざみねぬくい。ちゃんと名前覚えてね、あなたの永遠の友達の名前。ふふふ、ずっとずっと一緒だからね。ん、バッドエンドじゃないよな、さすがに。あ、エンディング、これで終わりなんだ。あ、そっか、体験版とか言ってたからそういうことなのかな。エンディング分岐とかあったのかな、もしかしたら。まあちょっといろいろやってみたいみたいなところはあるけど、どうなんだろうね。あ、これでエンディングか、びっくりだな。
もうちょい続くんかと思ったよ。ちょっとせっかく楽しいゲームだからもうちょい続いてほしかったよね。寂しい気分になる。でも何も解決してないね。まあ、体験版だからなのか。アマネクロ製品版みたいなやつあんのかな。あったら普通にやりたいけどね。アマネクロ体験版終わり。へー、すげえいいゲームだったな。次回予告こんな感じ。あー、こんな感じか。画像は開発中のうんたらです。おー、かわいいかわいい。やっぱ人間で動く感じになっていくんだ。へー、かわいい。アマネクロ第1話制作中です。あ、なるほどね。まだ第1話とかでもなかったんか。じゃあ別にもうこれ分岐とかはないんだね。ただ単純にもう体験してくださいってやつなんだね。体験版にしては随分ちゃんと遊べるね。ゲームオーバー。わあ、もうゲームオーバーはゲームオーバーなんだろうね、多分。ちょっと軽くやってみるか。返事しないとかにしても、ゲームオーバーにはなりそうだもんな。ID カード手に入れた意味とかないもんね。あ、そっか、ここでもしかして他のとこに移動できたりしたんか。あ、ガラスだ。どうやってこっから出ようか。出れたりすんのかな。ガラスからは逃げれねえ。何かこのままじゃ僕は。普通にあれなんかやっぱ人形に入るしかないのかな。ああ、焼ける焼ける。この中では身動きが取れないな。やっぱ普通に人形に話しかけて正解だったんだな。ID カードをやっても意味ないもんな。そうだね。ってことはもうこれ普通に人形の中入るしかなかったんだ。ここで返事をしないとどうなんだ。お人形さん？ねえ、お返事して。あ、もう返事するしかないんだ。返事するしかなかったんだ、結局は。動かないと燃やすよ。怖っ。あ、ちゃんとこういうの用意されてたんだ。超怖いじゃん、この子。分かってんだ、じゃあもう。こいつ気づいてんだ。もう何、台本通りかよ、お前。分かった、了解。もうよく分かったよ。可愛いけどね。ドット絵が可愛いね。素敵。で、ここで終わり。あ、クレジットも飛ばせたりすんだ。すごいな。こんな感じ。なるほど。この、いいね、この感じ。というわけで、じゃあもうこんな感じなんだろうね、本当に。もっともっと続いてほしいっていうか、まあもっと、てか早くやりたいね、この体験版じゃないバージョン。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。アマネクロ体験版実況プレイでした。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回、別のゲームで会いましょう。